さりげなく紳士的な振る舞いで利用するコツをご紹介していきます。ご紹介する内容を実践すればデート中に何度も女性をキュンとさせることができます。今回は女性にモテる優しさについてです。みんな優しい人が好きって言いますよね。さりげなく紳士的な振る舞いで利用するコツをご紹介していきます。他のライバルたちと差をつけるワンランク上の具体的な振る舞いをまとめたので、ぜひデートの時活用してください。ご紹介する内容を実践すれば、デート中に何度も女性をキュンとさせることができます。好意を好きに発展させるためにも、小さなことから始めていきましょう。今狙ってる女性がいる方、これからデートの予定がある方、必見です。まず大前提として女性のことをよく見て観察している男性はモテます。例えばネイル変えた？可愛いねとか、髪の毛切ったの？めっちゃ似合ってるとか、女性の変化にすぐ気づいて褒めることのできる男性はものすごくモテます。女性って男性よりも細かい身だしなみに気を使っているものなので、普段から女性をよく見て変化に気づけるようにしておくと良いでしょう。もし何も変化がないなという時でも、今日の洋服おしゃれだねとか、一つでも褒めてあげるとあなたの評価はぐっと上がり、距離が縮まります。ではデート中に使えるポイントについてやっていきましょう。まず一つ目はジャケットコートの着脱を手伝うということです。冬場でコートを着ていたりとか大きめの荷物がある場合、食事デートなのでクロックに預けますよね。その時着脱するのを後ろに回って手伝うと好印象です。上着や荷物はあなたが受け取って店員さんに渡すようにします。これができるとかなりスマートでこなれ感が出てかっこいいです。次のポイントは、さっと手を差し伸べられる男性はモテるということです。人通りの多い場所で人とぶつかりそうな時などは自然に手を差し伸べてあげてください。また飲食店の入り口など段差があるようなところは先陣を切って歩くようにします。ここ段差あるから気をつけてねと一言添えると効果的面です。手を差し伸べた時に、え、この人手つなぎたがってる、キモいなんて思われるケースは非常に稀です。手を差し伸べてもいいものか、一瞬でも悩んでしまうとどうしても不自然な動きになってしまいますよね。そして不審に思われてしまうかもしれません。堂々と手を差し伸べてくれるような男性の行動はきっと好意的に受け取ってもらえて女性は嬉しいです。万が一、あ、大丈夫だよと拒否されることがあっても気にしなくていいんです。断られてもいいやぐらいの気持ちでやれば自然に手も差し伸べられてうまくいくと思います。次のポイントは、適度に休憩を打診する男性はモテるということです。デートの時、女性は張り切ってヒールの高い靴を履いてきたりとかおしゃれしてくるため、どうしても疲れやすいです。ただでさえ体力の違いがあって男性と女性では疲れ具合が変わってくるので、自分が疲れていなかったとしても、大丈夫、疲れてないというふうに聞いてみましょう。ただこの聞き方だと無理して大丈夫と答える女性も少なくありません。なので、ちょっとカフェで休憩していこうなどの提案ができると、女性も遠慮せずに素直に疲れたと口にしやすくなります。次のポイントは、椅子を引いて座らせてくれる男性はモテるということです。カフェやレストランでは女性がスッとすんなり座れるように椅子を引いてあげるとスマートです。後ろに回って椅子を引いて、女性が椅子の前に立ったら膝裏に軽く当てるように押して、女性が腰を下ろすのと同時にタイミングよく椅子を押します。この時、急かされてるとかわざとらしいといった印象を与えないように注意してください。またお店によってはスタッフの方が案内して女性の椅子を引く場合もあるので、その時は、いや俺がやるんだと無理はせずにお任せしましょう。次のポイントは、女性から先に選ばせてあげるということです。レストランやカフェなど飲食店に入ったら、まずは女性に先にメニューを見せてあげてください。そして料理の注文は男性がまとめてするのが基本です。あれこれとメニューを決めるのに悩む人もいるので、客側から見て自分の注文も決めておくとスムーズです。この時、いつまでも悩んでしまうと優柔不断で頼りない印象を与えてしまうので、なるべく早く決めるようにしましょう。次のポイントは、女性扱いするということです。気遣いのできる男性はモテます。例えば、その荷物重いでしょうとひょいと思ってくれるようなことです。ここで勘違いしてはいけないのは、女性が荷物を持ってくれたことに喜んでいるわけではないということです。もちろん本当に重い荷物を持ってくれて助かったという思いもあるかと思います。一番は、女性扱いしてもらえたことに満足感を得るものなんです。次のポイントは、歩幅を合わせてあげる男性はモテるということです。基本的に女性より男性の方が歩幅が大きく、歩くスピードが速いです。特に女性はデートの時などヒールが高く歩きにくい靴を履いていることも多いので、男性に合わせるのは難しいんです。女性の歩くスピードに合わせて歩く意識をしておくといいでしょう。はい、次のポイント、紳士は車道側を歩くということです。歩道と車道が分かれていないようなところでは車道側を歩くようにしてください。さっと自然に変われるように気をつけてみてください。
ください。無言でも、あ、譲ってくれたんだ、気にしてくれたんだというふうに気づいてもらえるはずです。また人通りの多い道などでは、できるだけ女性が人とぶつからないように守ることも大切です。はい、それから次のポイントは、レディーファーストを意識できる男性はモテるということです。映画やドラマでもよくあるワンシーンが、女性の前を歩きドアを開けてくれるというものですね。ドアを開けてもらえるというのはエスコートの定番であり、女性もそれを認識しています。飲食店や車のドアなどは先に歩き開けてあげることを心がけてください。次のポイントは、デート中はなるべくスマホは触らないということです。カフェやレストランを利用する際は、なるべくスマホをいじらないようにしましょう。食事中は特にスマホはしまったまま、2人の時間を大切にするようにしてください。はい、次はゆっくり食べるように心がけるということです。女性は男性よりも食べるのがゆっくりな場合が多いです。男性がガツガツ食べてペロリと素早く完食してしまうと、女性は早く食べなきゃと焦る気持ちが芽生えてしまいます。だからなるべく同じくらいのタイミングで食べ終わるように調整してください。気づかないうちに食べ急ぐようにプレッシャーを与えてしまわないように気をつけましょう。次のポイントは、体調を気遣える男性はモテるということです。女性は冷え性が多かったり寒がりです。冬場は特に寒くないと声をかけてあげるといいと思います。温かい飲み物を買ってあげるとか、手袋やマフラーを用意するとか、自分の上着を貸すなどの気遣いができると女性はめちゃくちゃ喜びます。また夏場は夏場で冷房が効きすぎている店内もあるので、季節を問わず注意したいところです。はい、次は先読みして気遣える男性はモテるということです。デート中トイレの前を通ったら、トイレ大丈夫と声をかけてあげるといいです。女性はお化粧直しの時間などもあるので、こまめに確認してあげるようにしてください。中には恥ずかしくてなかなか言い出せないという方もいるので、声かけしてあげると親切です。はい、ではサクサクいきますね。次はハンカチ、ティッシュを持ち歩くということです。ハンカチやティッシュは自分の身だしなみの一つとしても携帯しておくといいですね。例えば何か飲み物をこぼしてしまった時など、さっとティッシュが取り出せる気が利く男性は間違いなくモテますよね。次、ランドリー上手はモテます。お店は事前に決めて予約しておきます。デート中に予定していたお店が混んでて入れなかったなんてトラブルがあると、一気に空気が悪くなってしまいます。一緒に行くお店は事前に決めて、あらかじめ予約を取っておくことをお勧めします。混んでいるお店に予約をしていたからスムーズに入れたなんて場面があると、できる男と男性の株はぐっと上がります。また誕生日や記念日であることや、アレルギーや食べられないものがあれば、予約の時にお店に伝えておきましょう。次はエスカレーターでの気配りについてです。上りのエスカレーターの時は女性を先に乗せて、下りのエスカレーターでは自分が先に乗って女性を守るようにしてください。エスカレーターって意外に距離感が近いので、いい雰囲気になりやすい場所でもあります。ちょっと意識してみてください。はい、次のポイントは、包容力バリアを張るということです。一緒に電車に乗るときは、彼女と他の乗客が近くならないように気にしてあげましょう。電車の場合は優先して座るように促してあげて、席が一席しか空いていない場合は女性に譲ってあげましょう。また他の男性と隣り合わせにならないようにしてあげることも大切です。女性はわざわざ男性の隣に座ろうとはしません。二席空いていて隣が男性女性と選べるときは、必ず女性側に座らせるように促してください。次のポイントは、アフターケアをするということです。楽しいデートが終わって、デートを解散して女性の姿が見えなくなったら、ありがとうのメッセージを送りましょう。帰宅した頃でも構いません。今日はあえてすごく楽しかったよ、ありがとうと、デートが楽しかったこと、そしてお礼を必ず入れるようにしましょう。これは恋愛を成就させる大事なポイントです。忘れずに連絡を送るようにしてくださいね。はい、次は余韻を残しお見送りをするということです。電車の改札でバイバイする時などは、相手の姿が見えなくなるまで見送るのが好感度アップの秘訣です。女性があなたに好意や興味がある場合は、一度や二度振り返ってその姿を確認すると思います。その時に笑顔で手を振ってあげると、女性はきっとキュンとします。ちょっと恥ずかしいという人もいるかもしれませんが、どれも簡単にできることばかりですよね。全ての振る舞いにおいて大事なことは、自信を持って行うということです。お伝えしたことを全て実践するのは大変だと思いますが、少しの勇気で違いを見せつけることができます。ぜひできるところから取り入れてみてください。